逆さまにして落ちてこないところまでしっかり5分間泡立てました。卵の量によっても泡立て時間は変わります。こんにちは、プリスキラ TVJPN です。いつもご覧いただきありがとうございます。今日は久しぶりにブーギー先生の登場です。皆さんこんにちは、ブーギーです。お久しぶりです。今日はプレーンのシフォンケーキを米粉で作りたいと思います。では最初にまずオーブンを温めておきましょう。白身の方が、まあ、量がたくさんになりますので、大きい、ちょっと大きめのボウル、黄身と白身を分けます。黄身の方は白い方を、白身は銀の方に入れていきますね。そしてこの時に黄身を割らないように注意しましょう。で、私はこのカーブのところで割るのが好きですね。こう平らなところよりもちょっとカーブがついてるところでやると、この指を入れるところがへこむんです。それが好きなのでよくそういうふうにします。ここからの、これ大きさが不揃い卵なので、そういう時は小さいのと大きいのを取り混ぜないとちょっと個数が違ってしまうので、よいしょ、お砂糖を半分だけ黄身の方に入れます。あとで白身の方もこの残りのお砂糖を入れますけれども、とりあえずはこのぐらい、このぐらい入れたらよくすり混ぜます。はい、さあこれで混ざりましたら、次にサラダ油ですね。サラダ油を入れていきます。その次、水入れちゃいます。バニラオイルでも結構ですけど、うちはエッセンスしかないので、1、2、3、4、5、で最後に米粉を入れます。米粉はふるわないで大丈夫です。このままいちゃいます。そしたら混ぜます。これあまり一気に勢いよくやると粉が舞い散りますから、最初は静かにやって、だいたい混ざってきたらありますね。この時のこのドロドロ具合が非常に大事だし、はい、これで一応黄身の方は終了です。はい、では次に白身の方に取り掛かりますね。これをもうしっかり泡立てていきます。お砂糖を最初から入れちゃいます。私全部入れちゃって、まずゆっくりにね、少しこれもいきなりやるとその辺に砂糖が飛び散りますから、ちょっと沈めてからの、まずロースピードです。怖い。逆さまにして落ちてこないところまでしっかり5分間泡立てました。卵の量によっても泡立て時間は変わります。このメレンゲを混ぜるときにぐる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 回すと泡がどんどん消えてしまいますから、1回やったら落とす、これの繰り返しです。これをやればあんまり泡は潰れないで済みます。そしたら今度これどうしようかな、もう1回入れちゃおうかな。これを本当はぐるぐるやりたいでしょうけど、皆さんぐるぐるやっちゃうと早く混ざるようで
実は泡がどんどん消えてるんですね。こんなことはどこにも書いてないんですけど、私の経験上みるみるうちにこの高さがですね下がっていくのが分かると。まあ実験した人はやってもいいですよ。さあこれもうほら溢れそうだから今度逆に戻しちゃいます。これね、ではゴムベラで綺麗に取りましょうね。これもゴムベラで混ぜたいでしょうけど、ゴムベラじゃない方がいいですね。絶対これ上手に混ざらないと思う。白いところができちゃう。大きく混ぜ、大きくボール回しのホイッパーで混ぜの、この白いメレンゲの塊がなくなるまで混ぜないと白いところができちゃいますね。この混ぜ方でやってれば結構しつこく混ぜてもそんなに泡が消えることはないと思うと思うんですけど、そうしましたら今度からはもうゴムベラの出番です。で型の中に入れていきます。高い位置から下ろす。これあっちこっちやっちゃうと こっちが低いと思うんですけど、これを動かすと美しくない、どっかにひっついちゃったりするからね。これちょっとね、これは動かさない、この位置は同じ位置にいた方が私はいいと。どうせ後でトントンってして平らにならしますから、あんまりこのボールを動かすとそこら中に生地がつきまくるからね。かなり高くなりましたね。白身の量がちょっと多かったかもしれないね。残り物ですからね、ちゃんと測ってます。綺麗に取りましょう。水性音がね、どうせ上がってくるから別に周りはいいんですけども。そしたらこれをちょっと上から落っこどしてトントンって空気抜きます。もうこんなもんです。では温めたオーブンに、これ40分って書いたんですけど、とりあえず12分ぐらいしてナイフの切れ目を入れますから、とりあえず12分焼きます。はい、12分経ちましたらこのように上がってきました。これオーブンが小さいので上の方焦げますから、まあそう焦げるのは関係ないんですけど、ここは十文字にちょっとねパレットナイフみたいので切り込みを入れていきます。そしてこれね焦げますから、アルミホイルを上にかけます。オーブンが大きい方はこんなことしないでいいんですよ。オーブンの小さい方はこれをやらないと上が真っ黒になっちゃってね、せっかくのがもったいない。はい、残りちょっとね20分上焦げますので、180度で20分、とりあえず焼いてみましょう。私たちのお昼ご飯です。ケーキが焼ける間にお昼ご飯を頂戴いたします。32分経過しました。そしてアルミをやっとくと焦げてないですね。これ外し、安心して外すと真っ黒になりますから、これはそのままやったまま、あと10分ぐらい追加しましょう。このまま粗熱が取れるまで冷ましていきます。もう粗熱が取れて手で触っても熱くない状態になりました。でこれをひっくり返します。そうしますと、で今度これを型から外していきますね。この周りのところは
なんていうんだっけ、これパレットナイフみたいなものでもいいし、まあもちろん普通の包丁でもいいですけど、包丁だとちょっと型に傷がついちゃうといけないので、まあ普通のパレットナイフでもいいですし、この、これはちょっとプラスチックみたいなのでできたパレットナイフですね。で、周りのところにしっかりピタッとくっつけて、手前に引いて、型を回していきますね。型に沿って、ピタッと沿って、パレットナイフを入れていきます。あんまり引っかかるようでしたら、ちょっと上下に細かく動かしてあげて、これで周りは外れたと思います。で、このまま抜けちゃいますね。こんな感じです。で、今度はこの真ん中の部分、ここの部分を外します。で、これだとちょっと上手に取れませんから、ここはちっちゃなペティナイフで、まあ、型に沿って、外していきます。真ん中、危ない危ない危ない。せーの、スイッと、はい。はい、できた。よいしょ。よいしょ。おー、美味しそう。プルンプルンって感じ。美味しそう。もう終わり。はい、マンゴーの種です。大きい。すごいね、これ。すごい大きい甘いマンゴーで。食べられるかな？これね、ぎゅうぎゅうすると潰れますから、うん、動かすのをたくさんですよ。で、包丁を立てる。はい。と、生クリームとかを立てるときにはちょっと除菌をします。ちょっとでいいですけどね。あとボールの方もちょっと除菌をしますね。はい。では生クリームを半分ぐらいにしときましょう。まあ、あえて測りません。もうちょっとあればいいっていうことで、あとはお料理とかに使っちゃいましょうね。グラニュー糖、まあ、小さじ1杯ぐらいですかね。ほんのり甘い程度。生クリーム、柔らかい感じですね。これをどの辺からかければいいか、苦手なんだよな。マンゴーをこの感じだと2切れぐらいがいいでしょうね。綺麗ですね。こんな感じで、はい、そうか、できました。ブギー先生、今日はありがとうございました。基本の米粉のシフォンケーキ、とってもふわふわで美味しくできて楽しかったです。次は先生、何を教えてくださいますか？次はチーズスフレといって、クリームチーズをふわふわに焼き上げたふわふわのチーズケーキみたいな感じのお菓子をやりたいと思います。はい、ありがとうございます。ではまた近いうちにぜひご一緒していただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。